だだだね。はい、もう一回行きたいと思います。行きますよ。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。元気な声ありがとうございます。改めまして、こんにちは。小学6年生12歳のみのです。今日はよろしくお願いします。お願いします。今日はね、ロコトレ文化祭ということで、じゃじゃん、制服でございます。可愛くないですか？可愛い、ありがとうございます。でね、さっきはね、あと調理室物販でね、皆さんにお弁当はね、全部完売しました。ありがとうございます。まだね、お稲荷さんとかワッフルとか豚汁もね、ちゃんとできましたので、あの皆さんもね、来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは、まず1曲、ごめんなさい、拍手。それではまず1曲目から聴いてください。初恋サイダー。メイドさんを着てました。イエーイ。でね、撮影会じゃないけどね、ちょっとだけね、撮影もさせていただいてありがとうございます。皆さん、お弁当美味しかったですか？ありがとうございます。お弁当はなくなったんですけど、もう一回言います。お弁当はなくなったんですけど、お稲荷さんとかワッフルとか豚汁も出来上がりましたね。多分出来上がってると思うので、皆さん食べに来てくださると嬉しいです。それでは次の1曲目いきたいと思います。聴いてください。フィアリズム。
着るのがちょっと久々だっけ、じゃないかもしれないそう、もうね、ランドセルじゃない、間違えた、長袖ですね、何回言うんでしょうか。あ、でもランドセルもね、私今年で終わるんですよ、小学6年生だから。まあ、またどこかでランドセルをつけた撮影会をすると思います。どこかでぜひ来てください。でね、皆さん汗かいてますか？はい、本当にかいてますか？はい、はい、もっともっと汗かいてね、楽しんでいただけるように頑張りたいと思います。
皆さんも一緒に楽しんでいきましょう。それでは3曲目新曲です。聴いてください。もう初めて聞いた時に私じゃないって思って、まあ、私がヒロインだと思ってないんですけど、なんかなんだろう、もうちょっと頑張ろうって思いました。この曲聴いて皆さんもね、ぜひヒロインたるものって曲なんでね、ぜひ聴いてくださると嬉しいです。多分私だと思います。歌詞に合ってるかなって思います。皆さんぜひ聴いてみてください。お願いします。それでは次の曲で最後になってしまいます。ありがとうございます。気持ちがいい。もうちょっと長いかもしれない今度は頑張ってください。それではね、最後の曲に行く前に告知をさせてください。来週ですね、11月の22日、まあでももう予約はできないんですけど、11月22日なんと東京でライブ入ります。イエーイ、盛り上げてみた。イエーイありがとうございます。そう、東京でね、初めてこの次
次歌うオリジナル曲の大好きをね歌えるということで、めちゃめちゃ楽しみにしております。皆さんね、予約できないんですけどね、次1月にも東京遠征が決まりましたので、皆さんそちらの方に来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。でね、2周年のライブもね12月の定期で合わせてやる予定なのでね、皆さんそちらもチェックしてくださると嬉しいです。それでは最後の曲聴いてください。オリジナル曲大好き。